第7タ見川橋梁は、福島県大沼郡金,金山町のタ見川に架かる、東日本旅客鉄道タ見線の鉄道橋である。国鉄合図線の合図川口駅タ見駅間の延伸工事に伴って1963年に、橋梁開始した。合図横田駅合図大塩駅間の阿賀野川、水系タ見川に架かる全長166.44メートルの橋梁である。 元々は、タゴソダムの建設のため、1957年に、合津川口からタダミを経て、ダム建設現場までを電源開発株式会社の専用鉄道として付設した、際、本橋梁も同年に完成している。流出後の第七タダミ川橋梁を2011年7月の新潟、福島豪雨では、タダミ川の増水、氾濫により、 本橋梁のトラス桁及び5連目のプレートガーダー、桁が流出した。なお、トラス桁の橋脚及び川口方のプレートガーダー桁4連部分は流出されずに残っている。また、ただみ川の上流側に隣接する四季彩り橋は、ポニー中地アーチ橋のためか本橋梁のように流出する事態は免れている。ただみ川の下流側では、日本木橋が上地式アーチ橋のため、 本橋梁同様に流出している。単線上路式プレートガーダー5連、単線上路式ワーレントラス1連の形式であり、トラスは1956年製造の滝の上、工業製である。また、川口型のプレートガーダー下駄は、緩やかな曲線を描いている。ただ見川に架か,かる本橋梁は、鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっている。ありがとうございます。